ニューメディアアート、メディアアートは20世紀中盤より広く知られるようになった芸術表現に新しい技術的発明を利用する、もしくは新たな技術的発明によって生み出される芸術の総称的な用語である。特にビデオやコンピュータ技術をはじめとする新技術に触発され生まれた美術であり、またこういった新技術の使用を積極的に試行する美術である。 この用語は、その生み出す作品を用いたアートと異なる新しい媒体を使う作品群によってそれ自身を定義している。ニューメディアアートは、電気通信技術、マスメディア、作品自体が含むデジタル形式の情報運搬方法といったものから生まれ、その制作は、コンセプチュアルアートからインターネットアート、パフォーマンスアート、インスタレーションといった範囲に及ぶ。 マリオ・クリンゲマン作、メモリーズ・オブ・パッセルズ・ウェイ・ニューメディア・アートの起源は、ゾエトロープ作、エドワード・マイ・ブリッジのズー・プラキシスコープなど19世紀後期の写真発明の変革まで遡ることができる。1960年代に映画の歴史から分岐し、ナムジュン・パイクの実験的なビデオアートやフルクサスのマルチメディア作品、パフォーマンス作品などが生み出された。 より近年のニューメディアという用語はデジタルアートと密接に連携させられコンピュータベースの芸術制作の理論と歴史に修練することとなった。ニューメディアアートにおける重要な影響の源はハイパーテキスト、データベースそしてネットワークなどをめぐる理論の発達である。これらの事象における重要な思想家はホルヘルイス・ボルヘス、イタロ、カルビーのフリオ・コルタサル、 ダグラス・クーパーらの文学作品から重要な貢献を受けたバネバー・ブッシュとテッド・ネルソンである。これらのテクノロジーの原理は物語性、非物語性をめぐる芸術思想、制作の分野において特に革命的であり、非直線的でインタラクティブなストーリーの芸術作品が爆発的に生み出されるきっかけになった。初期のニューメディアアートの伝達媒体として利用された技術、 つまり、フィルム、カセットテープ、ブラウザ、ソフトウェア、そして、オペレーティングシステムは、時代遅れとなっており、ニューメディアアートは、同時代の作品をいかに時間を超えて、保存、修復を行うか、という深刻な問題を抱えている。基地の保存方法は、古いメディアから、新しいメディアへの変換やメディアのデジタルアーカイブ、そして、古い時代のソフトウェアや、 オペレーションシステム環境に依存したアートワークを保存するためのエミュレータの使用などが含まれる。日本におけるメディアアートの発展は特徴的で海外におけるビデオアート、現代美術の発展と同様の美術、芸術を背景とするアートとは別に1990年代前半から特に商業芸術、デザイナー、プランナーなどが コンピュータゲームや電子玩具といった姿での実現を行うとともに、1990年代中盤からはインターネットの爆発的な普及とともに、技術者や研究者、特にリアルタイムコンピュータグラフィックス、ネットワーク、社会学などを専門にする人々も、アーティストらとともに、新しいメディアをフィールドとしたアートワークを具現化してきた。特に日本では電子技術、 映像技術やロボティックス、ヒューマンインターフェース、バーチャルリアリティ技術の研究者たちが、その応用の可能性として、メディアアーティストと共同制作を行ったり、メディアアーティスト自身が技術を習得、駆使して、自らのアイディアを具現化するなど、特に盛んになった。また、日本国内には、メディアアートに関連したコンペティションや学会が多い。世界的なコンペティションとしては、文化庁、 メディア芸術祭や国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト、国内のテレビ番組ではデジタルスタジアム、その他国内の美術館や自治体、学会をスポンサーにした公募展が数多く開催されている。展示施設も NTT インターコミュニケーションセンター、山口情報芸術センター、東京都写真美術館、日本科学未来館などメディアアートや メディアアート的要素を多く取り入れた活動を行っている美術館、博物館も少なくない。2009年には一連のメディアアート、商業芸術作品を中心とした展示、資料収集、保管、調査研究などの日本の拠点機能として国立メディア芸術総合センターの施設整備が予定されている。しかしこの施設はマスコミや野党から 国営の漫画喫茶、税金の無駄遣いなどの批判が相次ぎ実際に施行されない可能性も残されている。日本におけるメディアアートの特徴として他の絵画や写真といったファインアートと比較して商業化、産業化の可能性が非常に高いことが挙げられる。例えば、蜂谷和彦は1990年代はコミュニケーションをテーマに作品を作り続けてきた。 メディアアート作家であるが、新しいメールコミュニケーションソフトポストペットを大きな産業にし、社会的影響を与えている。岩井敏夫は、インタラクティブな映像楽器をテーマに作品を作り続けているが、近年の子供番組におけるバーチャルキャラクターとの画像合成手法の基礎を築いた、TV 番組、ウゴーゴルウガの基本システムを開発した人物としても有名である。 また、岩井敏夫は、コンシューマーコンピュータゲームプラットフォーム向けにも、オトキきー、ビックリマウス、エレクトロプランクトンなど、インタラクティブな映像楽器の要素を強く打ち出したゲームタイトルを制作している。名和電機は、日本の戦後に数多く見られた、電気機器製作の中小企業を模したアーティストイニットである。作風としてはあくまでアコースティックにこだわっているため、 作品にコンピュータなど先端技術は露出しないが、数多くの楽器や製品を世に発表している世界に代表する日本のテクノロジーアーティストである。岩田博は、ロボティクス、ハプティックス、バーチャルリアリティなど機械工学を専門とする先端技術研究者であるが、メディアアアートの世界的頂点であるアルスエレクトロニカや CE ゲグラフにて、数多くの受賞、発表を行っている。 坂根一夫は1980年代から国内外のメディアアートの研究をし、数多くの展覧会を通して、その紹介を行ってきた。近年は、メディアアートを専門にする高等専門教育機関、大学院大学イヤマスの学長を務め、数多くの若手アーティストを教育するとともに、アーティスト・イン・レジデンス制度を運営し、数多くの国際的なメディアアーティストを日本に招聘してきた。 ライゾマティクスは2010年に音楽ユニットのパフュームとの共同プロジェクトパフュームライブ東京ドーム1234567891011を成功させメディアアートで確立された手法の一つであるプロジェクションマッピングを一般層に認知させた。ありがとうございます。